皆様ごきげんよう。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは飯田さんのことを中心に格闘技やブレイキングダウン、話題になっている人物のことについて触れていき、情報を発信していきます。チャンネル登録してくれるととても嬉しいです。それでは早速今日の話題に行きたいと思います。飯田選手がブレイキングダウンに向けてパワーをつける筋トレ再開という動画をご自身のチャンネルに投稿されましたので、そのことについて触れていくのと、視聴者やネットの声を紹介していきたいと思います。飯田さんは体を痛めてからトレーニングをできていなかったので、またパワーをつけていきたいと思いますと語っておりました。肩と胸のトレーニングを行う内容の動画でしたが、飯田さんは久しぶりの筋トレとは思えないほどの重量を扱っており、さすがアスリートです。自分が扱える重さと綺麗なフォームのバランスが最高でした。視聴者からは、いつもお疲れ様です、多忙な中のトレーニング動画ありがとうございます、ただただ見入ってしまう、筋トレお疲れ様です、動画見ているだけで筋トレパワーもらいます、かっこいいですね、まだ本調子ではなさそうなので無理せず頑張ってくださいね、筋トレお疲れ様です。今までアイドルや有名人のファンになったことがありませんでしたが、初めてファンになったのが飯田さんです。見た目とキャラのギャップも、ジブリが好きでおばあちゃんに、優しいところも全て大好きです、これからも頑張ってくださいと様々な反響がありました。次回のブレイキングダウンに向けて無理をせず、お体を大切にしてコンディションを整えてほしいと思います。あなたの意見や感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいです。今後もブレイキングダウンや格闘技、注目されている選手、話題になっていることや内容についても触れていき、動画を配信していきたいと思っています。格闘技が盛り上がっていってくれると嬉しいですね。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録してくれると喜びます。それではさようなら、次の動画でお会いしましょう。